士春田東学区で活動している健康推進です。私たちの健康は私たちの手でっていうことで、日々健康について栄養を通して のことや、その他健康に関わる全ての啓発活動をさせていただいているボランティア団体です。幼稚園とかに行かせていただいて、食の大切さを小さな子どもさんにも楽しく分かっていただけるようなエプロンを使ったシアターをしてるんですが、その練習をさせていただいております。食べ物が口から入ってどのように消化をして出てくるかっていうところで、いろんなうんちが出てきます。まずこれに子どもさんたちも大笑いをしてくれて、そしてまた最後にですね、腸の長さを実際に紐を使って引っ張っていただくんです。結構5メーターありまして、それにまず子どもさんたちはもうびっくりされて、はい、驚かれて、はい、喜んでいただいております。やっぱり地域の活性化っていうんですか、先輩の方もおられて、もうその方たちがお辞めになるっていうことでしたし、じゃあ次は私がやらせていただこうかなって言って、こういう仲間に入れさせていただきました。2年に1回いろんな健康について講師の方が来られてお勉強させていただく養成講座がございまして、それを受講していただいて終えた方が活動していただくっていうふうになって、今ちょうどその養成講座を受けていただいております。